皆さんこんにちは。玉野市シティセールスグループ DML4.8 のタニーです。今日は玉野市の美味しいグルメを紹介したいと思います。玉野ってこんなとこ。私は今玉野市渋川ダイヤモンド瀬戸内マリンホテルにやってきています。ここで新しく開発された美味しいグルメがあると聞きつけてやってきました。それでは早速行ってみましょう。本日グルメを紹介してくださるのはマリンホテル料理長谷口さんです。今回ご紹介するグルメは玉野市のご当地グルメである温玉飯をアレンジした温玉バーガーです。玉の温玉飯は雑穀米に穴子を混ぜ込み、甘辛いタレで炒めた焼き飯に温泉卵を絡めた港町ならではのご当地グルメです。マリンホテルでは温玉バーガーをメインにしたランチボックスを開発しました。温玉飯をハンバーガーのバンズに見立て、間に卵や野菜を挟んでいます。温泉卵はテイクアウト用に目玉焼きになっていますが、味には自信があります。いやー、早く食べたいですね。谷口料理長、それでは温玉ライスバーガーよろしくお願いします。はい、お待たせしました。こちらがランチボックスです。それでは早速開けていきます。おお、美味しそうです。お、こっちデザート入ってますよ。それでは早速いただきます。見てください、これバンズがしっかりしてるんでパラパラこぼれることもなく持ちやすいですね。いただきます。これ穴子の風味と甘辛いこの醤油味が温玉バーガー、温玉ライスらしさをしっかり出してますね。で、先ほどこれ目玉焼きっておっしゃってたんですけど、中の卵がトロトロして温玉の雰囲気をしっかり出せてて、温玉飯の再現度が高い、とっても美味しいですね。いや、すごく美味しかったです。ありがとうございます。温玉バーガーをこれ作った時のこだわりとか、はい、あと苦労されたところってあるんですか？そうですね、特にこのライスバーガーなんで、バンズをお米で使わなきゃいけないというところで、掴んだ時に壊れない、そしてあと硬くなりすぎないというところにすごくやっぱ重点を置いて作ってきました。コロナウイルスの影響でランチのビュッフェ等が今中止してますので、いろいろな種類の食材を取り入れて、あと女性にも楽しんでもらえるようにそのデザートも多く入れて、あとカラフルにちょっと仕上げてきました。すいません、はい、1点ちょっとすごい気になったことがあるんですけど、なんでしょう、この可愛らしいキャラクターは料理長が、実はうちのスタッフで絵が上手な子がいまして、はい、その子が描いたものなんです。紹介してもよろしいですか？お願いします。スタッフ神谷くん。はい、神谷です。これは何をイメージしたのか紹介いただけますか？そうですね、こっちは温玉ライスバーガーということで、卵のキャラクターを可愛らしくイメージして描きました。いや、すごい可愛らしいですね。ありがとうございます。ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。では最後にこの温玉ライスバーガーの販売方法などを紹介してください。はい、こちらのランチボックスですが限定30食になっております。前日の17時までにお電話で申し込みいただければ召し上がることができますので、ご予約の方は詳しくは概要欄に貼り付けておりますので、そちらもご確認ください。紹介してほしいグルメがあればこちらまで。